小川浩輝、オランダで2000連発熱い代表への思いも。オランダ一部 NEC ナイメヘンのフォワード小川が、ヘラクレス戦で開幕2戦連続ゴールを決めた。移籍直後の開幕からの連発は、欧州主要リーグでは日本代表フォワード中村敬斗がオランダ一部トウェンテ所属時代の19年に記録して以来、日本人2人目。0対0の前半24分、エリア外の右から迷わず左足を振り抜き、強烈にニアサイドをぶち抜いた。今月8日に26歳を迎えた長身フォワードがラストチャンスと位置づけた海外初挑戦。見据えるのは必ず日の丸を背負って帰ってきますと誓った、19年 E1 選手権以来となる A 代表復帰だ。今月末にはドイツ、トルコと対戦する9月の欧州遠征メンバーが発表される予定。代表デビュー戦でハットトリックをマークした実績を持ち、森保監督も注目する遅咲きのストライカーが、3年半ぶりの復帰へ猛アピールを続けている。オランダで結果を出して、代表復帰となるか。小川の今シーズンに注目していきたい。2000連発、やったぜ小川。代表いけるやろ。海外組だし森保呼びそう。ここからも大リーグ目指してほしい。代表にはいないタイプ。今季期待しとるぞ。小川の代表復帰まったなしー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。